はい、どうも、天社です。今回ね、またマップの隅の方には何があるのってことで、ここマップの隅、まあ、来てるんですよね。もう見てもらったら、まあ、わかると思うんですけど、まあ、この辺にあるね、まあ、祠とかね、まあ、コログだったり、まあ、隠し要素だったりをね、まあ、いろいろとね、見つけていこうと思います。まあ、ここにね、ちなみにヒノックスいました。ちょっと前の動画見てもらった人はいるとわかってると思うけど、で、今回は、この辺をね、こう見ていこうかなって。この丸で囲っているところの隅の方をね、まあ、見ていこうかなって思います。祠とかあるんじゃないかな。ちょっとまあ探してみようと思います。いろいろと。お、なあ、あれ、下行ける？ 下行けるんじゃない？なんか石ある。この辺ですね。なんか下行けそう。ここ。意外となんか見落としがちな場所なんじゃないかな。めっちゃ隅の方行ってたけど、下行けるんですよね。まあ、行ってみますか。あ、行ける。え、すご。ははは、ここ発見できるの？ちょっと嬉しいな。あ、コログじゃない。普通に草。でもなんもない。なんか風が吹いてるな。この風になんか逆らってったらなんかあるみたいな。すごいけどもない。この風に流されろ的な？そういうための風じゃない？もしかして。そういうための風でしょ。あ、ほら、向こう行け、言ってる。行ってみよう。なんかあるんじゃない？あ、あるか、これ。これは、あ、いや、ちょっと風信じてみる。あ、騙されたわ。なんもないじゃ。何この風。何のための風？ああ、ちょっと風に従わないで、ちょっとそのまままっすぐ行ってみようと思います。なんかあるんかな？なんかあればいいけど、景色いいな、この下から。見る景色もいいね。行き止まりかな？これ帰るの大変だぞ。これ帰るの大変だぞ。ああ、なんもないんかな？なんもないな。ただ歩けるだけみたいな感じ。あの奥もちょっと行ってみるけど、なんもなんか情け。 ああ、なんもない。あ、なんもないんだ。なんもないです。ただ足場があって、キノコがあるぐらいだったかな。キノコあったよね、確か。いや、崖登るの大変なんでね、さすがに。 空からもう一回戻っていこうと思います。祠あれっぽくない？ここに祠あるぞ。見たことない祠。ここもだいぶマップの隅の方だから、ちょっとここ行ってみる？すごいね、空から行けばすぐ見つけられるね。祠は割と目立つし。あ、めっちゃ守られてる。なんかめっちゃいるな。その祠に向かうまでに敵めっちゃいるけど、もう空から行けばもう余裕ですって話。 ミンフラの人、お湯なんだ。エウトウメの祠。なんかこんなとこに怪しげな氷が1個、もう1個何個かあります。この辺です。さあ、中身は何だい？向こうも壊しとこう。さあ、敵？敵っぽいな。強めの敵だ。ボコブリンだ。めっちゃ暴れ出すじゃん、氷が溶けた瞬間。右の氷には何があるんかな。結構でかいよね、こういうとこに。ね、宝箱とかあったりするんですよね。あったー。月が綺麗。ソリ。これ夜になったら、これ出てくる敵とか変わってくるのかな。ここ多分最初来たんですけど、あ、来てないかな。 ちょっとわかんないわ。氷のキースいなかった気がする。ちょっと戻ろうか。こっち見てないんで。いや、やっぱいないよね、あれ。あ、やっぱ夜になったら敵変わるんだ。
氷のキースいなかったもんな。あ、転がる、ここに。皆さん、ここに転がります。見逃してたな。あ、違う。ここさっき下、なんか、いけるって言ってたと、って言ってたところだから、これなんだ。お、どうやって行くんだ、これ。お、間に合う、普通にダッシュで。あー、間に合うか。普通にランニングじゃん。普通にランニングで行けた。おほほほ、知らなかった。普通にこう、雪玉なんだけど、普通に、あれだね、普通にこうやって持って、地面をね、こう、地面とこう、すり合わせるだけでも、雪玉でかくなる。知らなかったな、これ。雪玉落ちてたんですけど、ちょっと話それてるかもしれないけど、これ最大。いや、めっちゃでかなる。すご。お、あ、こう、いますね。コログがここです。マップでいうこの辺にコログがなんか寝転がってます。あ、困ったな。まさか友達とはぐれちゃうなんて。危ないぞ、そこ崖近くよ。そっち、さっきまでなかったのに。のろし、のろしを上げて待ってくれてるみたいだから急いで追いつきたいけど、もう疲れちゃって全然動いてなくてはい、持っててあげますよ。これロケットで打ち上げて運んでやろうかな。いけんのかな。ここからロケットで一気に。崖下落ちてったらどうしよう。いけるかな。もうロケット3つしかないんだけど、これを45度の角度でつけて、あ、ちょっと軽いのか。まあ、いや、このまっすぐ滑らせよう。これでちょっと運ぶの手間を省こう。いけるか、これで。どう？めっちゃくるくる回転してたな。大丈夫か？体さすがあれだね。森の木、体が木でできてるから。丈夫だわ。丈夫です。まあ、このまま運んでいただけるか。もう着くぞ。はい、どうぞ。お友達連れてきたよ。どう？あ、やっと来た。やだ。あ、こいつ倒さないとダメ。やばい、怖い怖い怖い。こいつどうやって倒すの？こいつ意外とないんだよな、倒したこと。あれか、こう叩く気。あ、これでいいや。こう火当てれば終わるでしょ。なるほどね。火当てたら、火当てた後、あれね、ハンマー系でやらないといけないけど、ハンマー系がないから、ちょっとユンボーに頼もう。ユンボー、ユンボー、ユンボー、ユンボー。はは、強いユンボー。これ敵倒さないと進まないんだよ、話が。あ、いたー。ユンボー来て。マジで。ユンボー、ユンボー。はい。助かる。はい、これでいけるか。友達を連れてきてくれてありがとう。俺にこれをどうぞ。あ、猫もらった。二人分だからか。終わった。いや、まあ、ここにあれいました。あいつ、あ、こいつ、イバロック、こうドクロマークにして、まあ倒しますか。ちょっとね、武器がめちゃくちゃ弱いんですけど、岩壊せる系の武器が。あれ、効かないの。はい、動いて。そう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 、でかくない？サイズある？でかくない？ほい。ああ、壊れた。まあまあまあ、これで一旦登って、どうしよう。ここどう？武器がないんだよな、マジで。いい武器ないんだよ。これいける？ダメージ与えれるか、これで。どう？あ、入るな。これで素早く倒そう。あ、これ2ターンで倒せるんじゃない、頑張ったら。来た、いけるいける、2ターンでいける。よしよしよし。ただちょっともう一回ちょっとスクラビルドとしなくていいか。これコロ、あれか、ユンボー転がせば。ユンボーが火なんでね、これで。おー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 、頑張って。これでいけるか。どうだ、ちょっと殴るの遅くなったけど、ガチロック。よーし、今回鉱石がね
緑色なんで。あ、なんか2個落ちた。あ、これあれだ、あの祠のやつだ。あのあっこ、これ近くにね祠があったんですよね。とりあえずスクラビルドしようと思うけど、いい武器ないんだよな。もうこのボコブリンの方ね、こんなもろい武器につけたくないんだけど、だけどもうもろい武器しかないんで、これつけよう。うわー、もったいねー、ちょっともったいないな。でさ、これもさ、スクラビルドできるんじゃない？さすがにか。これね、あれね、祠に持ってったら、あれです。祠が完成するやつ。あっこに、あの、いますポケモンみたいなやつ。ルビー落とすのね、夢言ったら。お、めっちゃ落とした。あ、しかもなんか、洞窟見つけた。うおぉ、え、どうしよう、ちょっと待って。さっきこれね、消えたら困るからね。ちょっとさっきこれを、ここらまで、運ぼうかな。あいつが持ってたんだ。ガチロック。ガチロックって言うんだ。あっこに、祠があるから。なんか祝福な気がするな。これでいいんでしょう。どう？いける？これで。持ってきたよ。え、違うのかなこれ。え、関係ある？光が差し示す水晶を祠へ捧げよう。あ、今からスタートみたいな。さすれば何時に邪を払う光を与え。来たー。どうぞ。最速クリア。はい。はいや。スキップしようか。もう何回か見てるんで。来た、道開いて。ここはスキップできないんだ。これ祝福かな、さすがに。いや、まあさすがにね。ラウルの祝福。アイテムなんだろう。おー、サファイア。この辺、めっちゃサファイア出るんだよ。この祠の、何、クリアしたご褒美に。さあ、この洞窟。行ってみますか。ちょっと待って、ボスか、ボスっぽいな。まあ、とりあえずリバトルけど、こいつ戦ったことないな。地下の後ろ当たってますよ。いた、あいつどう倒そう。とりあえずこうユンボ突っ込めば勝ちなんじゃない。ユンボ来て、あー、一人で行っちゃった。強っ。なんか爆弾矢とか打ち込みたいな、この辺。あ、これでいいじゃん。タイマー爆弾打ち込む。おいしさで爆発するのか、みたいな。おほほほ、気持ちいい。もう仲間いないぞ、その辺。いや、でかい。あ、めっちゃキノコになった。あの、ボコブリンたち。いや、一人生き残りいるわ。弱くない？え？思ったより、なんか弱かったな。さあ、この洞窟の中何があるのか見ていきましょう。え、めっちゃ報酬いい。めっちゃあれ、何、弓矢もらえる。夜光石の、夜光石があるな。やっと、めっちゃ矢ある。いいな、あいつ倒すの。めっちゃ矢が手に入る。あれ、もうなくなってる武器が。そう、壊れやすいよな。この壊れやすいのに、この、ガチロックの、つけちゃったから。もったいないな。本当に。あ、ダイヤモンド。この祠、ダイヤモンドあります。祠じゃないわ。洞窟。この洞窟、ダイヤモンドありました。皆さん、ぜひ、来てください。一緒に、ゲットしましょう。ダイヤモンド。上昇気流で、上行けるな。え、もろすぎない？本当にそんなもろいの？岩ロックで。もったいねー。なんだ、うわ、途中にあの吸うやついる。横道あるんじゃない？いや、ですよね。なんかそんな気した。ここに爆弾矢を撃ってみよう。爆弾、爆弾。
ぱい知らないで、リンク。あぶねえ。うわ、ですよね。何この横道。あいつがいる。え、これ。いや、もったいねえ、これ。すぐ壊れるの。お、攻撃してくんだ、こいつ。食らってみたい、あれ。どんぐらいダメージ食らうんだろう。いた。何も食らわなかった。そんな食らわんかったな。なんこれ。なんこの変な岩。木か。ダメージ食らった？なんなら。なんだあいつ。無視でいいや。明かり花。笑って。これで全部か？まだ上ある？あ、この上あるね。なんかあるんだよ。うわぁ、なにあの。赤と青の。いかにも昔ながらの二人コンビみたいな。なんかいるな。何あいつ。戦ったことあるんかな。弱いな。HP そんなないな。とりあえず上上がろう。あ、めっちゃアイテムある。こいつらの巣だ。こいつらの巣がある。ちょっともらえます。あら。相方やられたよ。気づかないから早く。HP。HP 少な。あ、宝箱ある。おっ、怖っ。おい、君上げなんかしてきたな。あいつ。逆風が吹いてるな。わあ、食料。ありがてえ。この槍ゲットできないの？あ、できる。めちゃくちゃ長くないこれ。あ、待て。ねえ、宝箱落とさないで。え、どこやった？現場。宝箱。あ、なんか反対、こっち側にもあるじゃん。反対側にもなんかあったわ。宝箱。おお、飾り入り、あの剣。あ、あれ宝箱。あぶね、落ちてなかった。なんだなんだこれ。あ、耐久アップありがたい。スクラビルドできるからね。え、ここの洞窟レアじゃない？ここの洞窟。めっちゃなんかダイヤモンドもあるし。なんか、良さげな。スクラビルドしたら、相性良さげな。なんか、武器もあるし。ちょっとこの風に逆らって行ってみましょうか。コログか？違うわ。なんで風が通ってんだ、ここは。上行ける。まだ上行ける？え？帰ってきた？もしかして。ここどこ？最初のとこじゃない？横、あ、違うわ。なんか全然違うとこ行ってる。ちょっと、今自分がどう進んでるのか。よくわからん。あ、もう壊れる。これは戻るのよね、さっきのとこ。上は？なんもないかな。じゃあ下か。後ろは？後ろから来たから？こっち側。おお、右行ったら。いいかな。壁ちょろ毎回。取りやすいとこ来てくれるんだよな。あ、どこ、ここ。めっちゃなんか見た目いい場所来た。とりあえず抜けたね。とりあえず山抜けました。こう山の間つながってた。はい、というわけで今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。あ、もしよかったらね、まだチャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、またほとんどの方がねチャンネル登録してないということなんで、もうぜひ皆さんが登録してねくれたらなって思います。もうゼルダの動画出してくんで、よかったら登録していってください。あ、あと高評価もお願いします。はい、というわけで今回はこの辺に、この辺見て回りました。この辺ですね。まあ、祠が2個あって、洞窟あって、ボスがいた。この下は何もなかったね、特にですね。まあ
ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。じゃあお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。